セントアンドリューズ大聖堂セントアンドリューズ大聖堂はハワイのオアフとホノルル市内の中心部に位置する大聖堂である。ハワイ王国の国王カメハメハ5世の地勢に建設が始まり1886年に完成し、その後改修が1988年、1908年、1958年に行われている。現在は米国聖公会の 第八管区ハワイ教区の主教座聖堂である。聖公会のハワイ不教は、カメハメハ四世大王の王妃エマが1862年に英国聖公会をハワイに招いて始まった。王朝最後のリリュウオから二条王も熱心な聖、公会信者でクイーンズプレイヤーという聖歌を作り、これは今日でもハワイの教会でよく歌われる。この大聖堂は、ホノルルのダウンタウンの ハワイ州都歴史地区にあり、ハワイ州議会議事堂の斜め向かい、ハワイ州知事邸の隣にある。目抜き通りの南ベレタニア大通りに面しているが、住所表示は伝統的にを使っている。パークチャペル敷地内には、この大聖堂のほかフィリピン人回修のパークチャペル、付属の名門の女子校、それに教区の事務所もある。敷地のすぐ隣には、 中国人海舟のセントピーターズ教会もある。近年、結婚式場としても日本人に人気がある。ありがとうございます。